始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組となっています。今回の企業は伊藤忠ロジスティクスさんです。新卒1年目の社員さんと海外駐在経験のある社員さんが登壇されます。それぞれから見た自社についてたっぷり聞いてみたいですね。では改めまして今回のゲストをご紹介いたしましょう。伊藤忠ロジスティクスさんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は木村さん、そして内田さんにお越しいただきました。木村さんは今新卒1年目なんですね。はい、そうです。いかがですか、仕事は慣れました？そうね、ちょっと半年経ってやっとだんだん慣れてきたかなってところではあるんですけど、はい、まだまだ学んでいかなきゃいけないところもたくさんあるので、そう、先輩を見ながら、隣の先輩見ながら、そうですね、はい、ぜひ率直な入社してみての感想だったりとか、企業についても聞かせてください。はい、よろしくお願いします。そして内田さんは海外駐在を2カ国経験されているということなんですけれども、どちらの国にいらっしゃったんですか？はい、私はインドネシアとあとインドに赴任をいたしました。そうなんですね。どんなポジションでどんな業務をされていたのかなど、すごく気になるんですが、この後のコーナーで聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。今回のトークテーマ見てみます。こちらです。はい、1から5までございます。ではこの中から早速一つ目の質問はこちら。御社は物流機能だけではなく、商流や投資機能も持ち合わせていくということですが、物流プラスアルファで目指すマルチ機能集団とは何という質問です。企業説明でもちょっと触れていましたけれども、改めて教えていただけますか？はい、こちら当社で作った造語になるんですけれど、はい、意味合いとしては、先ほどちょっと申し上げたように、こう物流だけではなくて、物流プラスアルファ、そのアルファっていうのはその投資であったり M&A であったりとか、あとは市場介入であったりとか、もう本当に物流といろんな業界、いろんな業種、いろんな会社さんと、タッグを組んで、まだ見たことない新しいビジネスを展開しよう、そういった機能を持ち合わせた集団だよっていう風な意味合いになっております。それがマルチ機能集団、はい、ということなんですね。このマルチ機能集団になると、どんなメリットといいますか、いいことがあるんですか？はい、そうですね、はい、もうどうしてもこう A 地点から B 地点まで物を運ぶというところだけだと、こう他社さんとの差別化がなかなか難しくなってきます。うん、そういったところで当社がやっているような、こう物流プラス商品開発であったりとか、うん、そういったところを含めていくと、例えばメーカーさんであれば、もう商品作るところもやってくれて、デザインもやってくれて、うん、それをこう実際に配送するところ、うん、もう作るところから売るところまで、もう端から端まで全部やってくれるっていうので、すごいこう安心感を持ってもらえたり、あとそういう安心感からまた違う案件をいただいたりとかっていう、新しいビジネスチャンスにもつながるので、そういったところがメリットかなと思います。うん、差別化っていうところも図りたいわけですね。はい、でさらに、このただ物を運ぶっていうだけではなくて、その物流の課題解決、こういったところも担っているっていうことなんですけれども、この御社が課題解決まで行うメリットだったりとか、御社だからこそ解決できる課題って何かありますか？そうですね、当社だからこそ解決できる課題といたしましては、そのやはりさっき言ったような、その何かありますか？解決法だったりとか。そうですね、実際やっぱり、海外に物を輸出する際って、日本と、海外ってその法令とか規制がやっぱり違うので、日本で当たり前のように売れてたものとかが海外でそのまま売れなかったりっていうのはありますので、そういったノウハウはやっぱり当社では持っておりますので、そういったのをどんどんお客さんに展開して、サービス、物流にプラスアルファする、付加価値というか、でお客さんに提供してもらっているような形です。なるほど、そういったプラスアルファの付加価値っていうのを、こう働いている皆さんとしては、こうやりがいっていうのはどんなふうに感じますか？内田さん、いかがですか？やっぱりそうですね、当社は一応物流会社ではあるんですけれど、本当に商社がやってることとか、あとメーカーさんがやってるようなこととか、そういったものにも携われるっていうところで、本当に自分の仕事の幅がどんどん広がってるんじゃないかなっていうのは感じました。
そうですね、木村さん、そう考えるとすごく業務の幅っていうのがかなり広そうですよね。そうですね、はい、こう物流だけの知識だけでは決してこう当社ではこうちょっと活躍しづらいのかなというところではあるんですけど、うん、まあ、そういったところ新しい刺激も受けながら、まあ、そこから新しいビジネスが生まれたりっていうのが当社の特徴ではあるかと思うので、うん、はい、そういった知識もちょっと身につけたいなと個人的には思っています。はい、新しいビジネスのこれからどんどん拡大していく可能性がありますので、ね、はい、ありがとうございます。ではどんどん聞いていきましょう。2つ目の質問はこちらになります。はい、まず海外経験がおありな内田さんに、はい、伺ってみたいです。海外業務というとやりがいも大きいイメージがありますが、きっと大変なことも多かったのではないでしょうか。海外駐在のリアルな裏話とはということで、ね、先ほどおっしゃっていたインドとインドネシアに1年ずついらっしゃったということなんですけれども、実際どんな業務をされてたんですか。はい、業務としましては、はい、プロジェクトとして現地の倉庫を現地化させるっていうところが一つのミッションとしてありました。インドネシアであればもうインドネシア人だけで回るような。